ミュンニヒ原帥ブルクハルト、クリストフグラーフフォンミュンニヒまたはクリストフォールアントーノビチミニフ伯爵はドイツ出身のロシア帝国の原帥、政治家新生ローマ帝国伯爵彼は有能な職業軍人でありその帰化からはエルンストフォンラウドニやフランツフォンラシといった巧妙な将軍たちが出た文化面ではミュンヒはロシアにおける フィルヘレニズムの創始者として知られている。ミュンニヒは、オルデンブルク公国のノイ・エンフントルフで生まれ、若くして、フランス王国軍に出資した。彼はさらに、ヘッセン・ダルムシタット、ザクセンと所属する軍隊を変えながら順調に出世し、ロシア皇帝ピョートル一世の軍隊に、創始令官として迎えられ、同時に、白尺の称号をも与えられた。 彼の総司令官としての最初の任務は多大な犠牲を払って行われたラドガ運河建設の監督であり、この仕事は運河が完成するまで10年以上もの間続いた。1732年、ミュンニヒはロシア軍の最高等級である元帥に昇進、また軍事会議の議長をも兼任した。この職にある間、彼はロシア軍の再編にその能力を発揮し、 未来の司令官たちを排出するための陸軍主管学校を創設した。1734年、ミュンニヒは長く続いたダン地飛行為戦の後にダン地飛を占領することに成功し、また1736年に始まったトルコ戦役でもその部分を大いに高めた。トルコ戦役でのミュンニヒはクリミア半島を出発点として国会沿岸を駆け回り、 1737年には、包囲戦に成功して、お茶球を占領。1739年には、スタブチャヌイの戦いに勝利して、ホティンを占領し、モルダビアでも有名をとどかせた。元帥・ミュンニヒは、国政においても、積極的な役割を果たし始めたが、国政の実権を握ろうとする彼の前には、クールラント公、エルンスト・ヨハンフォン・ビロンが立ちはだかっていた。 ミュンニヒは1740年に陰謀によって、ロ論を失脚させると、摂政、アンナ・レオポルド・ブナの最小として、国政を動かそうとしたが、アンナとソリが合わず辞職に追い込まれた。ミュンニヒの政治生命は1741年のエリザベータ・ペトロブナによる宮廷革命によって、突然に終わりを告げた。彼は、国境周辺まで逃げたところで捕らえられ、死刑を宣告された。 死刑執行の間際、断頭台から引きずり下ろされたミュンニヒは、シベリアのペリエムに追放される刑への原刑を言い渡された。ミュンニヒは長く追放者の身の上だったが、1762年に、ピョートル三世が即位すると同時に罪を許された。間もなく、ピョートル三世にとって変わった、エカチェリーナ二世は、年老いた元帥を、バルト海沿岸地域の行政長官に任命した。 ミュンニヒは1767年にドルパトで死去し、自分の所領の近辺に埋葬された。ミュンニヒの墓所はソビエト政権時代に痛めつけられている。神秘主義者として皇帝アレクサンドル一世に大きな影響力を振るったバルバラ・フォン・クリューデナー男爵夫人はミュンニヒの彦にあたる女性である。ロシア帝国の第37琉球兵連隊はミュンニヒの名前を冠していた。 ありがとうございます。